こんにちは、インベスターまちゃきです。急にどうしたんですか。毎回急にどうしたっつってる。いやいや、でもなんかインベスターですから、編集長ですらなくなったなって。見てこれ、お今回ね、もう気合い入ってまして、はいはいはい、今日はこんなプレゼンスライドを準備してますんで、いつもと違いますね。そうで、本日のテーマね、早速いきます。はい、こちらです。資産運用。いや、資産運用に興味を持ってる人いると思ってて、その人向けにですね、すごい分かりやすく全力プレゼンしたいなと思ってまして、で今日の話をね、聞いてほしい人はこんな人です。ダン。でもこれは完全に資産運用とか投資の初心者向け、まあ、これからやり始めたいなとか、調べ出したけどなんかよく分かんないなとか、そういう人向けで、もう一個は短期的な利益を追い求めているというよりは長期的に資産形成していきたいという人向けなんで、これにね、該当しない方はさよなら。冷た。ここにね、該当する方にはぜひ見ていただきたいし、見てもらったら確実に持ち帰ってもらえるものがあると思ってますんで、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思ってます。でですね、もう結論、投資初心者向けにおすすめしたい投資法はこれですってまず出しますか。お、ありがたいですね。いっちゃいましょう。ズバリこちらです。初心者は投資のプロに任せてコツコツ積み立てようです。ほう。じゃあこの投資のプロに任せるってどういうことなのというね、はいはい、話をまずしていきたいですね。この1のね、結論出しますけども、はい、投資信託を買おうと。投資信託、投資信託、言葉を見たら分かると思う。投資を信じて託す、これがプロに任せるっていうね、そういうまあ商品があるんですよ。はいはい、で投資信託っていうのは投資の専門家、投資のプロに自分のお金を預けて、でそれを運用してもらって、でその利益を分配してもらうというね、そういう金融商品で、これは例えばね、個別の株をさ、買って売買するみたいなことを自分でしなくてよくて、うん、まあ、プロがいろんな人から預かったお金でいろんな株をね、売り買いして利益を出すことを目指してっていうような、そういうことなんで、株だったら株がこうパッケージリングされてるようなイメージだね。ああ、なるほど。そうそうそう、最適な詰め合わせみたいな、そう、そんな感じ。なるほど。で株の場合はさ、一株買うとかそういうこと言うけど、はい、この場合は一口みたいな感じで、もちろん株と同じように金額が変動するような商品になってて、はい、それをまあ買いましょうというのが1個目の主張です。2つ目ね、コツコツ積み立てよう、今度こっちの話、はいはいはい、でここは結構ポイントで、もっと詳しく言うとこうしてほしいんです。毎月定額を購入しようと。なるほど。これね、定額購入しようなのよ。はい、さっきさ、投資信託をさ、買う時の単位がこう一口とかって言ったじゃん、はい、で毎月一口買おうとかっていう話じゃなくて、毎月定額を購入しようと。でこれ違っていて、金融商品なんで値動きがあるじゃん。なので一口買うとかっていうと、その一口の金額は変動するわけ。あー、なるほど。じゃなくて毎月自分の決まったお金を投じて買おうという話で、ここをもっと深掘って話すと、はい、よく投資の世界で言われるんだけど、まあ、一番危ないのは決まったタイミングでボーンとね、大金を投じて買うケース。ずっとね、値上がりしたらそれは素晴らしいけど、うん、下手したら一番高い時に買っちゃってうわ下がったみたいなさ、ケースがあるんで、なので一発でね、その大金を投じるっていうのはやめた方がいいっていうのはなんとなく分かると思うんだけど、はい、でそうならないように、まあ、コツコツ買っていくことが大事なんだけど、なぜ定額かっていう話ね、はい、ここがポイントで、気になります。株だったらね、どういうタイミングで買いたいかって言ったらさ、高い時と安い時どっちで買いたいですか。安い時で買いたい。で当然そうだよね、はい、安い時に買いたいと。で高い時に買いたくないよね、はい、これ当然なんだけど、自分でね、個別に株を売買するっていう風になってくると、ぐわーっと値段が上がって高い時に買いたくなっちゃうんですよ。で逆に下がってる時にあばばばいってなって買い時をね、逆に逃したりとか、まあ、心理的にはそうなっちゃうの、うん、だから人間の脳って本当に思ってるより投資に向いてないんだって。へえ。感情とか脳って、はいはい、で定額を買うと何がいいか丁寧に説明したいんだけど、はい、例えばさ、じゃあ2万円の元手がありますと。その時にもしね、その金融商品金額が一口2万円だったら、うん、買えるのは一口だよね。値段がもし1万円に下がった場合、これで2口買えるわけですよ。確かに。だからこれ何かっていうと、同じ金額を投じるということは、値段が高い時にはあまり買わずに、下がった時にいっぱい買うということに自動的になるんです。ああ、確かに。機械的にね、同じ金額を投じることで勝手にいい感じに投資ができるっていう。なのでこれをお勧めしたいっていうことですね。はいはいはい、はい、でこれをドルコスト平均法って言います。ああ、なんか聞いたことある。なんとなくあるよね、はい、普通ね、株をさ、ボーンと買った人さ、株価が下がってる局面でめちゃくちゃ焦るわけじゃん。そうですね。だけどこれやってる人は、下がってる局面でも今安い時に俺買ってるわってなって全然焦らないと。精神的にも安定すると。そう、安定するわけ。お、まあ、リスクも抑えられながらいい感じに投資もできて、ハラハラもしないみたいな、そういう投資法ですね。へー。
ということでちょっと一旦まとめますね。初心者は投資のプロに任せてコツコツ積み立てようと、これちょっと言い換えましょうと。これは何を変えて話したっけ。投資信託です。そう、まずは投資信託を変えましょうと、でこれ2番は毎月定額で買う。そうです。なのでこれ言い換えると、初心者は投資信託を毎月定額購入するのがおすすめですよという話がまずここまでの結論でございます。僕にでも分かりました。分かった、はい、ただこれで終わりませんよだってさ、疑問ありますねこれね。はいはい、投資信託何買えばいいね問題。あ、でその話する前に投資信託の基礎を、ね、説明したいんだけど、はい、まずね投資信託って2種類あるんです基本的に。お、1個目はねこれインデックスファンド。インデックスっていうのは指数っていう意味で、例えばさ日経平均株価とか ああいう経済的な指数、はいはいはい、あれをインデックスと言いますと。おでファンドっていうのはざっくり投資信託の言い換え、だから指数系の投資信託みたいな難しそう、ね、間違えないように言うので読みますけども、はい、インデックスファンドっていうのは特定の株価とかの指数があった時にそれと連動する値動きを目指す投資信託のことを言いますと。ちょっとよくわかんない。絶対わかってないよね。全然わかんないじゃあさっき言った日経平均株価っていうのを対象としたインデックスファンドがあった場合、はい、日経平均株価っていうのはさ日本を代表するね225銘柄の株ね、それの、まあ、なんかざっくり平均値みたいな。でその株価と連動するような値上がりを目指すってことは、日経平均株価が 3% 上がったらインデックスファンドの値段も 3% 上がると、そういうことを目指して運用する投資信託なんですね。個別の株云々の話じゃなくて全体の平均値が上がる下がるに連動してるから。そうそうそう。 なのでイメージ的には日経平均株価というものを構成してるね225銘柄、これをバランスよく全部買ってるみたいなイメージ。おお、なんかまあそんなことをやってくれる投資信託って感じ。さっきさ日経平均株価ってさ、まあ、225銘柄って言ったけどさ、まあ、言っても日本を代表する企業なんで日本経済全体に投資してるって感覚に近いと思うんだよね。なるほど。基本的には日本経済の伸びにかけるファンドみたいなイメージが、うん、あとまあ例えばアメリカだとさ日本でいう日経平均みたいなやつで S&P500 っていうね、うんうん、株価指数があって、じゃあその S&P500 を対象にした投資信託を買うってことはアメリカ経済の伸びにかけるって感じが。ああ、意外と難しくはない。そうだね。でこれ今株の話だけしたけど、他にも不動産とか金とか株のように価値がね値動きをする投資対象っていうのがあったりするわけで、同じようにそういうものを対象にしたインデックスファンドっていうのがあります。へ、なので株だけじゃないと。ほうほう、はい、でもう一個あるんです。でもう一個はアクティブファンド。あ、なんかまた出てきたいや頑張ってこれはでも名前からなんとなく分かるんだけど、さっきのさ株価指数のさ値動きとかあったけど、あれ以上の成果を求めてアクティブに運用していくファンドって感じ。はいはいはい。だからさっきのは結構機械的な運用するイメージあったと思うんだけど、これはファンドマネージャーと呼ばれるね人間がねその人の独自の判断で運用していくみたいな、はいはいはい、そういう投資信託です。話だけ聞くとね良さそうじゃん。まあそうですね。じゃあこれアクティブファンドの方がいいんじゃねって思うかもしれないけど、さっきの例で言うと S&P500 っていうねアメリカを代表とする株価指数がありますと、その値動きに連動させようとしているインデックスファンドよりも成果を出せているアクティブファンドごく一部だって言われてるんですよ。へー。インデックス投資っていうのがだからすごい優秀らしいのね。へー。なので一旦結論としては初心者には、まあ、インデックスファンドがおすすめですってことを言いたいと、うん、なのでさらにこの結論を言い換えますと、初心者はさ、はい、投資信託を毎月定額購入しようでしょ。でこの投資信託の中でもインデックスファンドがいいよと。どんどん結論がすごいアップデートします。こういうスタイルなんだ。こういうスタイルです結論、初心者はインデックスファンドを毎月定額購入しようです。わかりました。一旦いいね、はい、で今回はねどんどんね疑問を投じていくスタイルなんで、これで終わっていいかって話なんですよ。インデックスファンド何買えばいいね問題なんだ。あ、そっか、いろいろあるのか。そうなのよ。日本で個人が買えるものでインデックスファンド、アクティブファンドって合わせると6000ぐらいあるの。投資に詳しい人は自分でいろいろ調べて組み合わせてとかねやるわけですよ。ご自身でやってください急に振られてもどう？全然できない。もっと話した方がいい？もうお願いします、はい、そこで今回紹介したのはこちらですよ。ロボアドバイザー。ロボアドバイザー、はい、まあ、なんとなく字面からさなんかイメージわかると思うんだけど、まあロボットがアドバイスしてくれる。そういうことですやるじゃん。いやいや、バカにすぎでしょロボアドバイザーっていう、まあ、サービスなんだけど、はい、これもねいろんなサービスがあるんで、今回はその中でもベルスナビさんという、ね、サービスで紹介していきたいなと。まあ預かり資産とか運用者数が
業界1位ですので。ああ、なるほど、はい、2020年の8月25日時点なんだけど約22万人が利用していると。へえ、うちのチャンネル登録多いね本当にちなみにこのサービスの運営会社の、まあ、ウェルスナビさんっていう、まあ、同じ名前なんだけど、はい、去年さ東証マザーズに上場している成長企業でございます。へえ。でウェルスナビさん何してくれるかっていうと、さっき言ったさインデックスファンドから例えば森久保に合わせて適切なインデックスファンドをいろいろ選んでくれるわけ。へえ。厳密に言うと ETF っていうねインデックスファンドの仲間みたいな近い層を持ったね金融商品なんだけど、それをいろいろ選んでくれて最適に購入してくれると。へえ。そういうサービスでございます。投資って株を個別で買うイメージだったのが、うん、その奈良市の投資信託でその中でもインデックスが良くて、そうさらにこれで選んでもらってみたいな、もう全部お任せ。盤石感が強いよね詳しく言うとこれ一部なんだけど、まずねさっき言った森久保に合わせて金融商品をまず選んでくれます。で金融商品ごとに、まあ、どれをどれぐらいのバランスで買おうかっていうのを考えてくれたりとか、あとさっき言ったもう毎月定額買おうとかっていうこともできたりとか、あとなんかバランスがちょっと崩れたら勝手に直すとか、これをもう全部自動でお任せできるとどうでしょうこんな美味しい話あります思うよね。一旦ねどういう風にそれやるのって一応簡単に説明しますと、はい、まずね診断みたいなのがあって5個の質問に答えるのね、うん、こんな感じ。何歳ですか、年収いくらですか、金融資産どれくらいありますか、何目的で運用するんですかとか、株価がね1ヶ月で 20% 落ちたらどういう行動しますかみたいな選択式のね質問があって、はい、でこれに答えるとね何ができるかっていうと、森久保に最適なリスク許容度をレコメンドしてくれますと。リスク許容度、そうです。要は資産を預けてさ運用してもらうときにどれだけリスクを取った運用をしますかっていうことね。なあ、うん、ただそもそもさっき言ったようにここに来る段階で結構リスク分散したりとかしてるわけよ、そもそもね何重にもしてました。そうで、その上でどれだけリスクを取りますかっていうイメージだね。でこれがね1から5まであって、段階が1はあんまりリスクを取らないので期待されるリターンもちょっと少なめになって、そのからリスクも少ないと、うん、で5を選ぶと期待されるリターンが大きくなる代わりにちょっとリスクもありますよっていう、そういう感じで一応流れ説明すると、まずは口座を開設しますと、その後にさっき言ったリスク許容度を決めて、で入金して積み立てる方がいいって言ったじゃん、はい、これおすすめなんでこれやりたければそれも設定できますと。へいう感じでこれ全部スマホからできます。へえ。補足でまずね初期費用で最低10万入れてくれっていうのと、積み立てをね毎月やりたい時は1万円からって感じ。ああ、まあまあ、うん、1万円だったらまあね、まあいけそう、現実的だよね、はい、ただ疑問はつきませんよ俺やっぱ納得できないと聞きたいってなっちゃうんで、はい、疑問があるんですよ。まずさどんなもの買ってんだろうなってなんか分かんないと気持ち悪いじゃん。あ、中身の正直聞いてまいりました投資信託すごいいっぱいあるって言ったじゃん。でまずウェルスナビさんの方で、まあ、6、7個のねウェルスナビさんがいいと思っている金融商品をまず選定してくれてますと。でそれを個人に合わせて最適な比率で買ってくれてますみたいな、そんな感じになってるらしいんですね、うん、で嫌がないね、分かりやすく言うから、分かりやすく言うから見るとこのさ水色の部分はねこれ株なの。株、この辺が債券だったりとか不動産、金とか。あ、そういうことか。株だけじゃなくていろんなものが混ざってるんだけど、これ特性があってね、株は一番この中では値動きが激しい金融資産、債券はもうちょっと安定してる、うんうん、金は例えば強行時とかにすごい強い資産になってますと、そういう特性があるんだよね、うんうん、で例えばリスク許容度を上げた場合一番値動きが大きい株の割合がグッと増えてる。そういうことか。そうで、まあ、バランス取ったりとか結構その安定してるのは債券とかってのがあって、リスク許容度を下げるとそっちの割合が増えてくるっていう感じ、うん、こんな感じらしいです。これ勝手に任せてるんだけど、じゃあ自分が今現時点で何をどれだけ買ってんのかなっていうのは全部、ね、スマホでリアルタイムに分かるんですよ。へえ。こんな感じ。これはね今までの成績ね、成績なので、まあ、これで見たらねうわ増えてるわみたいな感じ でしかも、自分が今何をどれだけどういうバランスで買ってるのかっていうのも一応分かる。あ、そうなんや。そう、あとここにはないんだけど将来のシミュレーション、だいたいこれぐらいの確率であなたの資産はこれぐらい増えますっていうのも未来予測も出てる。なんか楽しいよね。もちろん何パーの割合でっていうね、はいはい、保証はできないんで、そっかそっか、そういうのがスマホでいつでも見れますよという感じになってますね。ただですよ、やっぱ疑問あるわこれ何ですか次は。やっぱさロボットにお任せくださいって言ってるけど、そのロボットがどれだけ信用できますかっていうさ、でこれもしつこく聞いてきて、まずねロボットの思想みたいなやつも聞いてきました。ロボットの思想、はい、ウェルスナビさんが採用してるのはね、世界の富裕層や機関投資家も使っている
ノーベル賞受賞者の理論に基づいた資産運用アルゴリズムとのことです。安心俺も思った、これはすごそうだってすごそう、うん、投資手法ってやっぱトレンドがあるらしいのよ、うん、なんかねそういうもんじゃなくて、いわゆる王道的伝統的に良いとされてる投資アルゴリズムを採用してると。あ、流行りの曲もいいけどやっぱり昭和の名曲じゃないみたいなで、これはあくまでもね聞いてる話なんで、もう一個、まあ、参考にできるとしたらやっぱりこれまでの実績じゃない、うんね、だからそれも一応見たいなと確か思ってます。ウェルスナビさんのサイトに行くと CEO のね柴山さんっていう方がいて、その人の運用実績を公開してるんです見てみましょう。ドン、伸びてる柴山さん、柴山さん増えてる。あのね、多分ここはねコロナショックでもやっぱその後ぐーっとまた回復して、これ右肩上がりってことですよね。そうだね、すごいな。長期投資をしていくとやっぱ安定してるなっていう風なね感じがしてますね。でこれ一応ねウェルスナビをリリースしてから約5年ぐらいかな、5年の実績になってて、さっきさリスク許容度の話あったじゃん、はい、じゃあ柴山さんは何を選択してるのかっていう話で言うと、うん、初めねリスク許容度2で入って途中から5に変えてるという感じですね。2016年の7月だからこの辺で5に変えてると。へえ。ウェルスナビさんの中ではアクティブなリスク強度を選択している結果ですと。んー、でこれ実際の数値で言うとね、柴山さんの累計の投資額いわゆる元本が517万円ですね。おお。でそれがグラフ終わりの時点で699万円でございます。おお。180万ぐらいですか。ぐらい増えてる。おお。のでパーセンテージで言うと 35% 以上のリターン、1年あたり約 8% の伸びになってると。へえ。感じですね。それは投資の中ではやっぱすごい優秀だね。そうなんや。ただ他のさリスク許容度を選んだらどうなるのってのも気になる。確かに。それも見てみましょう。はい、ドン、全部伸びてるやっぱり伸びてる、まあ、ちょっと見づらいと思うんだけど、この一番上のこの濃いさコンみたいなやつがリスク許容度5。おだから一番増えてんだけど、やっぱりガッと下がる局面ではガンと下がってるよね。ほんまや。だからまあ似た動きをしつつ振れ幅がどれだけ違うかっていう、そういうイメージになってるね。これめっちゃ分かりやすいですね。ね、ちょっと細かいんだけど、これはね初日に100万円を入れて、その翌月から5年間毎月3万円を積み立てた場合の過去実績になってますと。はいはいはい。リスク許容度1ね、一番リスク許容度が小さい場合でも投資元本がさ277万に対して320万になってますから、これでもリターンがね 15.6% あるんですよね。すごいな。リスク許容度5にした場合は277万円が373万円で、まあ、約100万増えてます、ね、これはリターンが 34.5%。だからさっきの柴山さんこれに近いよね。確かに、うん、まあ、過去の実績でいうとこういう実績出てますし、ただ当然これが将来続くかは保証できない、はいはい、なのであくまでも過去のものとして参考にしてほしいと。伝統的なね堅牢な投資アルゴリズムとこの過去実績でもう判断するしかない信用できるかどうかをね。まあこれを見る限りは信用できそうと思いましたお前はそう思いそう。でもえ、もう一個だけ。なんでなんで。なんか話がさ、いや遠しすぎる気がするんだね。それは思いました。なんか完璧すぎると怖くない？はい、何も今のところ欠点がないじゃん。俺みたいな感じじゃない？怖くない？なんかいや完璧すぎる。何言ってるか急に分かんないですけど一応ねやっぱ調べましたよ口コミでさ、なんか懸念ないかな。ちょっと気になるのを見つけまして、これ手数料が気になると。そっか、投資信託に自分のお金を預けて運用してもらうときに手数料ってのがかかるんですね、はいはい、それはやってもらってるから預けてるお金からちょっとは持ってっていいよ、はいはい、まあ、当然じゃん。それが投資信託運用してる側の利益なんで、はい、なのでどのサービスでもかかりますと、うん、でウェルスナビの手数料っていうのは年率 1% です。年率 1%、 はい。例えば100万円をね合計で預けていたとしたら年間1万円がかかると。自分が預けてるお金から引かれてくんだけどね。そんな感じ。この 1% っていうのは一般的なインデックスファンドからすると少し高いと思われる方もいるかもしれないと、うん、ただその手数料っていうのはさ複雑なことをねやろうと思っても自分でできないという人がここにお任せする代わりに払うお金なわけよね。ウェルスナビさんっていうのは本当に投資初心者の方にもね使ってもらえるようにという思想が強いサービスなんで、はい、担当者の方もね自分でいろいろ勉強して最適な金融商品をね最適な配分で買えるという人であればウェルスナビを使う必要ないかもしれないと言ってましたね。へえ、潔く。潔い。なのであくまでも今回ね我々がターゲットとしている投資初心者自分でいろいろ選べないという人であれば検討する価値はあるのかなと思ってます。あとは柴山さんのさ過去の投資実績とか紹介したじゃん、はい、そういうものも加味しながらこの手数料 1% が高いかどうかっていうのはご自身で判断していただければいいのかな、うん、思ってます、うんうん、はい、やっと
結構これ長くなったな。すごいですね。でもね、もうできるだけ分かりやすくやりたかったんで。あ、でも全く投資のこと知らなかったんですけど、意味は分かりました。やった。今日はね、資産運用の初心者の方向けに、まあ、おすすめの投資法とウェルスナビさんのね紹介をさせていただきました、うん、ウェルスナビさんサービス気になった方は概要欄にリンク貼ってますんで、そこからですねサイトをチェックして、さっき言ったあの診断できますから、どれぐらいのリスク許容度が合ってるんだろうみたいなのをやってみるのも面白いのかなと。確かに完全に無料ですもんね。無料です。できますんで、ぜひやってみてください。がっつり投資の話したの初めてなんで、どういうさ感想があるかっていうのもすごい気になるんでよかったよとか参考になったって人はコメント欲しいなと思ってます、まあ、いずれにせよ最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。